荷川正夫は J キャスト代表取締役、あえら元編集長、富山県出身、富山県立富山中部高等学校、東京大学文学部社会学科を卒業後、朝日新聞社に入社した、社会部記者として優遇を担当。1975年、田中角栄の選挙区にある新潟市局6日、長中在に志願して赴任した。これは、 立花隆の田中閣英研究に触発されたもので、異例の人事だったという。1976年のロッキード事件では、新聞だけでなく、テレビや雑誌とも協力し、視野を広げた。その後、ニューデリーに特派員として3年間赴任した。週刊朝日に移動し、副編集長を務めた。ノンフィクションの連載企画に力を入れ、電子技術の未来の連載を執筆した。 その後、1988年に創刊された、アエラに移動する。アエラには新媒体の研究、創刊準備を行う、A、e、委員会から参加し、日本初と思われるコンピュータによる雑誌編集を体験した。副編集長から副編集長代理、編集長を経て、発行人となった。1995年に開設された朝日 .com への転属を希望し、 朝日インターネットキャスターとなった。この時期に朝まで生テレビの臨時司会を担当したこともある。定年前に退職し、1997年8月に J キャストを設立した。同時にアスキーの顧問を兼務し、石田春久などと出会った。人間の好奇心には上下はないが、モットーでどんな商品にもそれなりのクオリティが要求されると考えている。 記者時代を振り返り、記者の本流ではなかったと自認している。蜷川正雄 CEO。住信インベストメント。2007年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月16日閲覧。ネットの炎上力。企業理念。会社情報。JKAST。2008年12月23日閲覧。ありがとうございます。